こんにちは、D 下野山です。今回はドーピングについていろいろとお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。このビデオを見てね、うわ来た、ドーピングの話、どんな話するのかなってワクワクしてる人はちょっと待ってください。そんなね、今回ワクワクの話でもスキャンダラスの話でもないんですよ。もう本当にスキャンダラスの話だけを期待してる人はもう今すぐですね、バッと退場してもらって大丈夫です。ドーピングの話の動画って胸が痛むようなね、うわなんでやっちゃったんだよみたいな感じになっちゃうじゃないですか。で、誰それがねドーピングやってんじゃねえかとか、こういう事件が出たとか。でもね、その前にもっと大事なことってありますよね。やっぱり大事なことっていうのは、そもそもドーピングについてのルールは何なのか、ドーピングにならないためにどういった知識をつけるべきなのか、まあそういったことをね、こうお話しするのがこう一番最初に最もね重要なことじゃないかなと思ってこのビデオを撮っております。誰それがドーピングとか、もうなんかそういう事件系をね求めてる人はですね、本当にちょっと今回の話は結構つまらない話になると思いますので、ドーピングって何なんだろうってね、すぐに疑問に思う方がですね、ぜひこのビデオを見ていただきたいと思います。で、早速なんですけども、実は先日ある競技団体からセミナーのお話をいただきまして、そこでね、私が話した内容っていうのはパワーリフティングとボディビルか、私はね JPA っていう団体と JBBF っていう2つの団体に所属してるんですね。まあ、そこでお話をされるドーピングのね講習会のお話を、実際にあったドーピング違反のお話だったりとか、あとは私自身がね学んでいるサプリメンテーションだったりとか、まあ、新しい筋トレ法、まあ、競技に生かすにはどうすればいいかとか、まあ、そういったお話をしてきたんですけども、その中で薬剤師の方もいらっしゃっていて、事前にドーピングとはこういうことだから、こういうことを気をつけましょうねってお話をしている中で、私もやっぱりこういう話ってすごく大事だなとか、なるほどなと思ったことを共有していきたいと思います。で、ここで早速いくつかね問題を出したいと思います。ドーピングをなくしクリーンなスポーツに参加するアスリートを守るために作られたルール、世界アンチドーピング規定について正しいものはどれ。1、大会に出場するアスリートだけが守ればよい。2、国やスポーツによってルールはバラバラである。3、スポーツに関わる全ての立場の人たちの意見によって作られたルールである。さあ考えてください、シンキングタイム。いや、こういうのね本当大事ですよね。あ、これがね答えね。はい、では正解を発表していきたいと思います。正解は3番、スポーツに関わる全ての立場の人の意見を集約し作られています。全世界全スポーツ統一ルールですということですね。アスリートだけではなくて、指導者やサポートスタッフなどそれぞれが果たすべき責務が定められていますとのことです。なるほどね、とスポーツ選手のためのルールですよね。だからスポーツ選手だけではなくて、それに関わる全ての人が守るべきルールが書かれています。続いては第2問目、スポーツで禁止されている禁止物質が含まれている可能性があるものはどれでしょう。複数回答 OK です。風邪薬、花粉症の薬、喘息薬、痛み止め、貼り薬、塗り薬、目薬、漢方薬、サプリメント、栄養ドリンク。さあこれなかなか難しいですね。考えてください、シンキングタイム。いや、どれですかね。本当ね、なんかいろいろありそうですよね。なんかね、本当に全部当てはまってもいいような気するんですけども、じゃあね、答えをちょっと見ていきましょうか。2問目の正解はですね、全部該当すると。薬の形や病気の治療方法に関わらず、あらゆる種類の薬に禁止物質が含まれている可能性があります。また全成分の表示義務がある医薬品と違い、特に栄養ドリンクやサプリメントは食品のため、ラベルに表記がされていない物質が含まれる可能性があります。医薬品であっても漢方薬は全ての原材料が明確ではありません。そのため、すべてのアスリートは体に取り入れるものは事前に確認をするなど注意が必要です。全部該当するんですよ。だからね、本当ドーピングって結構難しいところがあるっていうか、本当自分自身でね、調べないといけないですよね。そして第3問目いきたいと思います。病院や薬局でアスリートがすべきことすべてにチェック入れよう。1、自分がアスリートであることを伝える。2、医師、薬剤師に最新の禁止表やアンチドーピング関する情報を案内する。3、禁止物質、方法を使わず治療できるか確認をする。4、薬品よりも漢方薬やサプリメントで治療できないか相談する。では、ここもしっかりと考えてください。シンキングタイム。いや、これもね、なんでしょうね。いや、これもなんか結局全部のような気がするんですけれども、どうでしょうか。はい、では、答えを言っていきたいと思います。正解は1、2、3ですね。薬品よりもね、漢方薬やサプリメントって言ったら最初の問題とね、矛盾しますからね。医師、薬剤師が必ずしもアンチドーピングの知識があるとは限らないため、
治療前に 1,2,3 のことを自ら伝えましょう。これね、ほんと勘違いしてる人いるんですけども、お医者様や薬剤師の方が万能とは限りません。っていうかね、万能じゃありません。例えばドクターの方っていうのは別にサプリメントに詳しいわけではないんですよね。薬をね、処方するっていう役割がありますし、その用量とか詳しいと思うんですけども、実際サプリメント飲んでるとか調べてる医者の方っていうのは相当ね、やっぱそっちが好きな人だと思います。だからスポーツ医学っていうか、そういうスポーツドクター、サプリメント系のドクターの方っていうのは結構ね、希少なんですよ。ただそうは言ってもね、その情報を自ら提示すればある程度ね、理解していただけますので、やはりね、こう自ら情報をどんどん出していくっていうことをですね、やっていただきたいと思います。実はこういうリストがあるんですよ。見えるかな、見えるかな、ぼやけてるかな、あ、見えたかな、使用可能薬品かな、使用可能薬リストっていうのがあります。これね、すごくね、分かりやすいんですよ。例えばこれいいなと思ったのがですね、そう、風邪、総合感冒薬っていうのかな、パブロンかな、そうそうそう、パブロンが確かね5種類あるんですよ。5種類、実はこの中でドーピングに引っかからないやつって1個しかないんですよ。その1個がパブロン S ゴールド W ですね。注意ポイントとしては、市販薬には禁止物質エフェドリンなどが配合された製品が多く、製品名全体が完全に一致することを確かめてください。風邪の特効薬はないので、症状に合わせて他の薬などを選んで使用した方が有効な場合もあるということです。パブロン S ゴールド W しかダメなんですね。他にもパイロン PL 流浄っていうのかな、あとシン S タック W とかね、この辺は大丈夫ですね。あとみんなが困るとかだと、多分花粉症とか困りますよね。花粉症はアレルギー系大丈夫な薬がアレグラ FX、アレジョン20、クラリチン EX、 この辺は結構ね、有名な薬は大丈夫ですね。あとね、成長薬下痢止めとかどうですかね。大丈夫なのストッパ下痢止め EX、 ロベラマックサット知らねえな、なんだろう、でもこういうのがあるんですね。あと便秘、結構便秘でね、悩む人多いと思うんです。私自身もそうなんですけども、コーラック一軸環状酸化マグネシウム E 便秘薬、この辺はね、バッチリです。大丈夫、安心してください。こんな感じで、実はですね、こういうのがあるんですよ。だからこれをね、持ってる持ってないで全然市販の薬の買いやすさが変わると思います。これはただね、もう間もなく新しいのが出ると思いますね。有効期限が2019年1月1日から2019年12月31日なので、この動画を上げる頃にはもうちょっとね、これがちょっと変更っていうかね、2020年度版が出てると思いますので、まあこれね、ゲットするといいと思います。ただホームページにもこれ載ってるらしいので、ホームページチェックしてもいいと思います。あとはね、薬剤師さんが話していた中ですごく面白いっていうか、こういうことがあるんだなと思った話なんかだと、陸上の短距離選手が金メダル取った後に薬物出ちゃったらしいんですよ。で、なんで出たかっていうと、その選手自身は全然薬物使ってなかったんですね。大会の3時間前に彼女とキスをしたらしいんですよ。このキスで移ったらしいです。どうやらこの彼女が多分エフェドリンかなが入っている風邪薬を飲んでいたらしいんですよね。で、それを飲んだ後にキスをしたらしくて、それでもドーピングが分かるぐらい今精度がすごいらしいです。いや、これね、私知らなかったんですよ。びっくりしました。だからね、キスでドーピングってなんかもう最悪ですよね。結果はもちろん金メダルでなくなったらしいんですけれども、なんか裁判があるらしいんですよ。ここね、結局その金メダルになったのかなってないか、ごめんなさい、よくね、私分かってないんですけれども、裁判で無罪にされた理由としては、彼女がちゃんと薬を持っていたということ、そしてその買ったレシートを持っていた、これがね、すごく大事な証拠らしいです。なので、お薬買うときに必ず薬の写メとレシートの写メ、製造コードをね、写真に残しておくといいらしいです。逆に言うと、こういう証拠がないとやっぱり自分がね、ドーピングやっていても自分自身守れないっていう、本当恐るべき状態になってしまいますので、お薬飲むときは必ずね、この辺を証拠として取っておきましょう。あと、私がボディービルのね、アンチドーピングで聞いた時の話なんかだと、ギャスパルニューションね、これ多分有名だと思うんですけれども、これボディービル業界でも結構出ちゃったらしいんですよ。で、その時の出方っていうのがやばくて、確かね、5種類出たんですよ。同じ禁止物質が出たわけじゃなくて、全部バラバラだから、製造ラインの中でこう、多分ね、風が舞ったか分かんないけど、こうボーンと舞ったんですよね。で、この時に舞ったやつがそれぞれ出てしまったと。このサプリメントで重要なのって、この製造ラインに禁止物質がね、含まれているサプリメントがないかっていうのがすごく重要になりそうですね。ですので、まあ、国内とか海外とかっていうよりも、この製造ラインをね、どうにか調べ上げる、まあすげえ難しいと思うんですよ。
難しいと思うんですけども、ここまで調べないとダメなような気がしてきましたね。実際あのドームさん、DNS かな、アイアンマン SP だっけ、なんかそういう系のねサプリメントでもあのドーピングのね違反熱出ちゃったんですよね。ドームさんはねちゃんとチェックしてるんですよ。チェックしてた期間から出てますよっていう連絡が来たらしいんですよね。それでやばいやばいと、なんか2000個商品を出していたうちの半分だから1000個かな、1000個はもう売っちゃってたらしくて、それをなんか自主回収みたいな形で対応を取ってました。国内のねメーカーだから安心できるっていうわけでもないんだなっていうのをね、私はその時改めて思いましたね。だから海外サプリメントでも全然いいやつもあるし、国内でもそうやって出てる時があるので、本当サプリメントって難しいなっていうのがね正直なところです。とはいえどね、あのすごく有益なものではありますので、自分自身になるべく調べてね取っていくのが重要じゃないかなと思います。私自身もねすごくサプリメントを取っていて、もしかしたらね自分が何か引っかかってしまうんじゃないかっていうのはすごくこうドキドキしましたね。本当この話を聞いて、あのできる限りはね本当しっかり調べ上げて、あの私はね本当にそういったドーピング厳しい団体に所属しているっていうものがありますし、まあ、あんまりね正直使う気もないので、しっかりと注意しながらこれからもねしっかりサプリメントを取ってしっかりトレーニングをしていきたいと思います。まあ、今回のお話はドーピングについてお話をしたんですけれども、やっぱりねドーピングってこう予防するには知識が必要だと思います。まあ、今回こうやってねドーピングの話をしていたんですけれども、なんだかないつだかのニュースなんかでは、もしオリンピックで金メダルを取れるのであれば2週間後あなたは死んでもいいですかっていうなんかアンケートやったらしいんですよ。で、世界の人のほとんどはねイエスって答えるらしいんですよね。っていうのは日本ってオリンピックで金メダル取ったっておそらく数百万ぐらいのね報奨金が出るぐらいだと思うんですけど、世界で考えるとものすごく名誉なことなんですよね。確か白鵬のお父さんがレスリングでね世界大会銀メダル取ったのかな。そしたらねモンゴルから毎月35万円ぐらい給料っていうか報奨金が出るらしいんですよ。もう死ぬまで。結構それすごいですよね。人生変わりますよね。で、日本はそんなに出ないんですけども、諸外国って本当に人生が変わるぐらいそういった報奨金も出るから、やっぱりもうどうしても勝ちたいっていう気持ちが先行してしまって、そういう風にねあのドーピングをしてしまうっていう実情があるらしいです。ただ逆を言えば日本でドーピング使って金メダル取ってね、なんだろう大したメリットないんじゃないかなって本当思うんですよね。残るのって悪い名誉っていうのかな、名誉ではないか、もう悪評っていうんですかね、もうそれしか残らないですよね。だってお金だってね数百万でそんな人生変わるわけがないし、例えばその人がいくら優秀だとしてもうドーピングでねそれ出てしまったらもうその先何もできないんですよ。もしドーピングをねしていなくて銀メダル銅メダル、もしかしたら表彰台に登れていなくてもオリンピックに出ていればコーチとかセミナーとか、あと例えばタレント業とかうまくいくかもしれないじゃないですか。ただねやっぱりドーピングしてしまったらもうそういうのなかなかできないっていうか、なかなかじゃないね、もう本当できないと思います。だから日本人にとって本当にドーピングをするメリットってないと思うんですよね。ですので一般的な競技をする人にとって本当ねドーピングってやるメリットが全くないので、そうではなくていかに効率的にね栄養をとってトレーニングをしてしっかり休んでちゃんとねパフォーマンスが出せるかっていうことだけを考えていれば、あの必ずねその努力が報われる時が来ると思いますので、なんか変な話に流されないでね自分の視野を持って競技に取り組んでいただければと思います。まあ、今回はねドーピングのお話ということだったんですけども、本当ねスキャンダル性のない全くね地味なお話だったと思いますが、とても重要なことですので、ぜひ周りにも広げてください。今回の話はここまでです。私のこのビデオではトレーニング、栄養、サプリメント情報などを公開しております。もしこの動画楽しかった、気になった、もっと見てみたいと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とそしてグッドボタンお願いします。私が担当している芸能人の武田真治さん、大野拓郎さん、事情課長河本さん、熊木あさみさんなどはインスタグラムにて登場していただいてますので、よかったら見てください。2019年12月13日に腹筋大全という本も発売されました。こちらはですね、武田真治さんが帯でコメントをくださっていて、僕の人生であった最も頼れるスキンヘッドということで、ありがたいキャッチフレーズをいただきました。もしシックスパックが作りたい、もっとくびれを作っていきたいって思う方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。